Made in Japan. Made in Japan. EN。あれはある土曜日の夜明け、良い子はまだ寝ているはずの時間だった。8歳の少年はベッドの上で目が覚えていて、両手には母親が遥か遠く東洋の国から買ってきてくれた誕生日プレゼントがあった。特別大きくはないが、この重さはきっと期待を裏切らないと彼は包み紙を思いっきり引き裂いた。そして目に入ったのは白い人型ロボットの絵。銃を掴んで月面に立っている姿は凛々しいとしか言えなかった。中国語に似た文字があちこちに書いてあったが、読めそうで読めない。幸いにもローマ字の言葉が一つ見つかった。ガンダム。まああれでしょ、ロボットは男のロマンって。さすが親、息子の心をしっかり掴む方法を心得ているようだ。このガンダムにどの決めポーズを取らせようかと考えながら、少年は箱の蓋をゆっくり持ち上げた。その瞬間、全ての興奮が驚きに変わった。ロボットの代わりに箱の中には無数のプラスチックの部品が詰まっていた。そう、普通のアクションフィギュアとは違い、それはいわゆるプラモデルというものだった。ガンダムで遊ぶためにはまずこれらのパーツを組み立てるしかない。それまでアメリカのおもちゃに慣れていた彼は自分の目を疑った。ただ遊ぶためにこんな苦労をさせられるなんて、この国の子供たちはなんてかわいそうなんだ。まあでも母親の気持ちを無駄にしないため、彼は仕方なくパーツを組み立て始めた。もちろん最初から順調に進むわけがない。ガンダムの構造が複雑なため、部品の一つ一つをきれいに仕上げないとぴったり合わせられない。パーツへの要求が非常に高いのだ。パーツ同士を無理やり合わせようとしたら、後で3倍の時間をかけてまた外さなきゃならない。その上、一旦間違って合わせてしまったパーツは簡単に離すことができない。つまり、適当に作ろうとすると絶対完成させられない。これは気の短い彼にとってまさに拷問だった。壁にぶち当たってイライラしても途中で放り出さなかった唯一の理由は自分の誇りが許さなかったからだ。だが完成に近づけば近づくほど、少年はプラモデルの賢さに感動した。よく考えられた設計のおかげで接着剤も必要なく、ただ合わせるだけでパーツがパチッとはまってくれる。そして完成した小さな部位同士がお互いを支え合い、別の部位の新しい基盤となる。認めたくなかったが、彼はその大胆で緻密な設計に大いに感じ入った。最初の作ってやるという気持ちもいつの間にか作りたいに変わっていた。昼頃になって少年はついに赤く腫れたてで完成品を握っていた。しかし彼の体の中から溢れてくるのは疲労感などではなく、今まで感じたことのない達成感だった。努力は必ず報われる。神は細部に宿る。あの日彼は人生の真理をかすかに悟ったのかもしれない。そしてもう一つ分かったのは、自分が一生プラモデルの虜になったということ。一体どんな人たちがこんな賢いものを生み出したのだろう。考えながら彼は再び箱に目を移した。 Made in Japan。 時が経ち、あのかつてガンダムに心を奪われた少年は今皆さんの前に立っている。どうもありがとうございました。